メニュー画面からひまチャンネルの動画が見れます。こんにちは、こんにちは、こんひまり。ひまチャンネルを見てくれてありがとう。今日は全国のコンビニで新発売されたこのとろーりもちもちエクレアを食レポしちゃいたいと思います。では早速。もうトロトロだけじゃなくてモフモフ、もうキョロモフ、なんて言うんだろう、とにかくすっごく美味しいです。美味しいだけじゃなくてトロトロでモチモチ、こんなにトロトロなのっていう驚きと、モチモチじゃんっていう感動、あー伝わるかな、この衝撃、とにかくトロトロなんです。そしてもちもち、あと甘い。カット、語彙力死んでる。トロトロでもちもちなのは分かったわ。でもトロトロでもちもちなことしか分からない。だってトロトロでもちもちなんだもん。それは商品名にも書いてあるから、もっと食べたからこそ伝えられるものが欲しい。え、言っていい？そんなの美味しいってこと以外になくない？その美味しいという感想をひまり独自の切り口で見ている人に伝えなくちゃダメなのよ。そんなこと言われても、美味しいは美味しいんだもん、それ以外にどう表現すればいいかわからないよ。食レポボツ、ひま先輩には向いてないかも。くっそー、簡単に見えたんだけどな。やってみると結構難しいものなんだね。んじゃ、気を取り直して次の企画。こんにちは、こんにちは、こんひまり。ひまチャンネルを見てくれてありがとう。今日はなんとですね、カサ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 、サワ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 、もみ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 、ぐちょ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 。何をやってるの？ ASMR 知らない？イヤホンとかで聞くと耳が心地よいやつ。却下。 ASMR やるなら専用の機械とか必要だし、今先輩の出す音あんま気持ちよくない。じゃあ二人も企画をなんか考えてよ、とびっきりにバズりそうなやつ。その考え方がダメなのかも。やっぱバズりそうだからやるんじゃなくて、やりたいことをやらないとダメな気がする。そうね、無理やりやってる感とか見てくれてる人たちには伝わっちゃうものよ。だよね、そんなの見てても面白くないもんね。私の好きな7チャンネルだってメンバーみんなが楽しそうにやってるのがいいんだし。やりたいことか、私のやりたいこと、やりたいこと。ミヤ先輩、ヒマ先輩が自分探しの旅に出た。私たちも一緒に考えましょう。ヒマチャンネルがどうすれば面白くなるか。オッケー、何がいいかな。ありがとう、みやびちゃん、アイナちゃん。ちなみにヒマ先輩、ゴキブリとか食べれる？むしろ食べるの好き？好きじゃない、却下。前作のヒロインたちの7チャンネル動画も見れます。はい、1つ2つ続けて3つ目、どんどんいっちゃうよって。4つ目、はい、はーいっと。ねえ、ナナちゃん、本当にこれ面白いかな？提案したの誰でしたっけ？皿に置かれた小豆を30秒間で誰が一番多く写せるか、企画の立案者はミオだったよね。そうなんだけど、
思ってたのとちょっと違うかなって。やっぱ絵が地味なんだよ。もっと面白い動きでやってみれば。あずさ、そういうの簡単に言ってくれちゃうよね。面白い動きってこんな感じ。どうしよう、心が折れそうなんだけど。それじゃあ次はミオがやってみて。企画立案者自ら面白くね。パス。パスなんていう制度はありませんけど。だってこれが私の7チャンネルの初めてのレギュラー出演ってことでしょ。もっと面白い企画の時がいいかも。まさかの立案者が企画を否定。仕方ない、なら私がやるよ。おお、さすがあずさ、よろしくお願いします。いくよ。てりゃそいせいや、ジョリア、これでほらほら決める。小豆を一つもつかめてないんだけど。声は威勢良かったけどね。テイク2で。次は私がやる。あずさちゃんだけに恥は欠かせられない。恥？もういいけど。すごい黙々と小豆を移していってる。ミオ、こんな才能があったんだね。はい、終わり。どうだったかな。思わず見入っちゃったよ。もしかしてこれ得意だから企画を出したの？そうじゃないよ。本当にたまたま偶然できたってだけ。それじゃあ私も再チャレンジして、あずさもテイク2取ったらアップロードしよっか。バズりそうにないけどね。まあでも私は楽しいし、自分たちが楽しんでるならそれでオッケーでしょう。確かに。ならテイク2は本気でいくから。頑張ってね、ナナちゃん、アズサちゃん。離れ離れになってしまった3人ですが、キャラを切り替えながら脱出方法を探していきます。走ろうとして間違えてシフトを押してしまいました。右手でシフトを押すのが良いかもですね。まだ逃げ切れてなさそうです。着ぐるみに捕まると狂気度が上がっていきます。こうの状態で捕まるとゲームオーバーになってしまいます。
ブルーハーブを使用すると狂気度が下がります。前作では捕まると即ゲームオーバーだったようです。アイナちゃん、大丈夫？大丈夫じゃない。これを見て。これってよくわからないけど、電化製品でしょ？ここは電気屋のようね。ただの電化製品じゃない。古の時代に重宝された伝説の品々。例えば、ほら、これを見て。あ、これはなんとなくわかるよ。音楽を聴くプレイヤーだよね。いいな、ただのプレイヤーじゃない。上部を見て、CD が3枚入れられるようになってる。本当だ。でもどうして？ディスクチェンジボタンを押せば、それだけで再生できる CD が入れ替わる。つまり3枚までならお気に入りの CD をいちいち取り出さなくてもいいということ。今の時代の方がはるかに便利ね。スマホならタッチするだけで聞けるし。ふっ、なら前面を見て。このプレイヤーはカセットテープも聞ける。カセットテープ？ CD 以前のオーディオ用磁気記録媒体。まさか知らぬ者がいるとは。嘆かわしい。はあ、それになんて欲張りなの。このプレイヤー MD まで聞けるようになってる。MD って CD とは違う感じ？違う。大きさがミニ、手のひらに収まる。ハムスターより小さいのにハムスターと同じくらい可愛い。CD ほどメジャーじゃないけど、今でも販売してる。忘れないようにメモしておいて。よくわからないわね。完全にアイナちゃんの領域だね。なんて素敵なプレイヤーなんだろう。まさに人間の欲望を煮詰めて結晶化したような、純粋で悪魔的で完璧な製品。アイナちゃんが楽しそうでよかったな。このお店は天国。私、ここでなら一生語り続けられる。アイナちゃん、ここから脱出しようとしてることは忘れないでね。この段ボールは隠れる場所っぽいですね。なんか赤い線拾った。何かの配線かしら。とりあえず持っておこうか。何かつなげれそうなとこあったら使おう。
うしよう。一通り調べたので他のキャラで探索したいと思います。